はですね、皆さんに一人ずつバラバラの国語の教科書に出てきた有名なお話の冒頭を抜粋した、用紙をお渡しします。その話をハサミで切ってもらってマッシュアップしてもらいます。つまり混ぜた、一つの作品を完成させていただきます。マッシュアップ用意スタート。タイトル決めて。モヘというおじいさんが聞いた。もうタイトルがモヘというおじいさんが聞いたお話っていうタイトル、うん、それ父沢健二。父沢健二、何やねんそれ、エロそうな。恐ろしい、恐ろしい中山。怖いんかな中山くん、怖いんかな中山っていう人。どこやねん山の中に。赤いんだ。怖っ怖っ。しかし、あーいいねいいねいいね、感動できるやつよ。しかし、はい、今んとこ全く感動できんからね。寂しかった。あ、いいよ。寂しかったじゃん。なんでそんなん足すねんお前。おい、そして、おう、いや、ええけどな、モヘでもないし、生活は、生活は山中でもないし、父沢健二も誰なんか、ジョーとかいうやつ。やめない。なにおい、生活を全部やめたんか。なんでや、なんでやめたんや。じわりでやめた。ゆっくりやめていったの。生活じわりじわりとやめていったの。何やったんや。何やったんや。あれ、もう運んで机のとこまで運ん、うわ、やっぱり中村の掃除は早いな。すごいな。ええよ、ええよ。